西広島タイムスを発行しております。株式会社エルコのマスコットキャラクターエルコちゃんは皆様に元気、ワクワク、ハッピーをお届けします。毎週金曜日11時からのエルコちゃんタイムス、よろしくね。ハッピーハッピーミーラッキーラッキーチャンスゴーゴーレッツゴー、エルコちゃんどんな時もよろしくね。You're listening to FM 廿日市 76.1. Hello everyone, how are you doing? エルコちゃん Times has just started. This program is brought to you by エルコ Company Limited, disseminating via 西広島 Times website. We will send you energy, excitement, smile and happiness. 皆さんこんにちは。エルコちゃん Times が始まりました。この番組は西広島 Times ウェブサイトを発信している株式会社エルコの提供でお送りいたします。皆様に元気、ワクワク、笑顔とハッピーをお届けします。番組最後にプレゼント応募のキーワードを言います。そのキーワードを LINE の西広島タイムス公式アカウントより入力して申し込んでくださいね。あとはがきでも受け付けます。宛先は最後に言いますね。本日のパーソナリティは株式会社エルコ代表のエルコちゃんこと沖野ありさです。よろしくお願いいたします。本日も FM 廿日市のスタジオでゲストさんをお迎えして生放送で頑張ります。本日のゲストは月の光国際保育園園長望月力さんです。 I'm gonna do my best エルコ頑張る子、力も頑張る子。エルコちゃん is trading sometimes. Please follow her. She has a part called Find Me. If you find a tiny エルコちゃん you may have a good luck. If you are interested in エルコちゃん LINE stamp, please get it. エルコちゃんが可愛いもの、美味しいものを紹介したり素敵な場所を駆け回ってワクワクを届けます。ハッシュタグエルコちゃんで検索してインスタグラムなどよかったらフォローしてくださいね。エルコちゃんを探せのコーナーとかあって時々ね、ちっちゃなちっちゃなエルコちゃんを見つけたらいいことあるかも。ついでにエルコちゃんの LINE スタンプ第1弾第2弾もよろしくね。西広島タイムスからのお知らせ。はい、チカラさん。Hi. Hi. What's up? How are you doing? Yeah, I'm good. Thanks for having me. Oh yeah, of course. I'm so excited. Me too. はい、それでは、well, では西広島タイムズワクワクプラスウェブサイトを見ていきましょう。Please open up. はい。はい。じゃあ携帯を取り出して nh-times.jp です。はい、こちらの方をオープンアップ。Yes. はい。I'm ready. Okay, here we go. まず気になるのありました？すごいなんかいっぱいありますね。うんうんうん、まずはこの一番最初に出てきた、うんうんうん、夢タウン商品券が毎週当たる。これ気になるんですけど。これが気になりますね。はい、あ、5000円分が毎週2名様に当たる。すごいですね。わー、すごいすごい。これ出さないとね。これは豪華。はい、ウェブ版オープン1周年直前記念ということで。あー、なるほど。はい、皆様お待ちしてますよ。ね、あの詳しくはこちらオープンしていただいて、はい、企画概要や応募方法はインデックスでご覧ください ね、 ね、ここね、わーわー。他にありますか？あとは、うんうん、もう桜がすごいですね。これ綺麗綺麗綺麗。こちらは216本の桜がなんと五日市の造幣局で見られるということで、4月の13日から19日までですね。いいですね。はい、花の回り 道、はい、わお、綺麗ですね。なんかもうね、もうなんかもう桜終わっちゃってないのかなと思ったら、ここに行けば見れるね。ここに行けば見れるんです。はい、ね、いいですね。ラッキー。入場無料でパーキングはありませんので、はい、と時間はですね、10時から20時ですね。はい、あ、結構遅くまでライトアップするのかな。いいですね。ね、いいですね。はい。ね、チカラさんのところの、はい、ね、あの
記事も載ってるんですね、はい、あ、そうなんですよ。ちょっと前になりますかね。2022年4月11日、うん、月の光国際保育園国際バカロラ認定取得ということで、ね、取り上げていただいてありがとうございます。はい、こちら詳しく読んでくださいね。はい、ぜひぜひ、はい、後ほどね詳しくねその内容をね、はい、聞きますからね。よろしくお願いします。お願いしますね。はい、はい、もうたくさんたくさんあるんですけど、とにかくこのいろんな記事を読んでいただいて、うん、あの中にはこういうふうなお得なプレゼントがありますのでね、はい、で LINE でお友達になっていただくと、はいはい、こちらの応募方法の際、ね、にも行きますし、すごい、はい、新着情報が届くので、お出かけガイドも求人とかもありますからね、はい、LINE でお友達になってみてくださいね。あのグルメとかお得な情報もね、はい、美味しいものがたくさんありますね。これは見ないといけないですね。はい、LINE の登録をお願いいたします。はい、はい、それではプチタイム正解は行ってみましょうか。 OK、 今日はチカラさんなので、はい、私たちちょっと掛け合いでやってみましょうかね。やってみましょう。じゃあ行きますよ。はい、Hey Fever、I love spring, but I have hay fever. I always have to wear a mask. I know how you feel. I'm allergic to cats. Wow, you are. Be careful not to get too close to cats. Thanks. But actually, I have a cat. Unbelievable. Achoo!という話でした、はい、皆さんどういう話か分かったでしょうか。じゃあちょっと解説しますね、うん、はい、Hay Fever というのは花粉症ということですね、うんうんうん、はい、私あの春は大好きなんだけど花粉症がやばいのよ、うん、まあ、今みんなマスクしてますけど、うん、マスクが外せないのよ、うん、そしたらそれはかわいそうに、まあ、でも私は猫アレルギーだよ。へえ、そうなんだ。猫に近寄らないように気をつけてね。ありがとう。でももう実はね、私猫飼ってるんですよね。リャ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 、ハクションっていう話でした。どうしようもない、どうしようもない話ね。猫飼ってるんだ。でそれで後からこの I'm allergic to cats、うん、アレルギーなんだよ、うん、猫アレルギーなんだよ、うんうん、この cats、 猫を飼えると、うん、いろんなものに当てはまるので、うん、後から時間があったら花粉とか杉とか卵とかね、アルコールとかちょっと変えてやってみましょうね、うんうん、後でね、はい、じゃあ最後に、じゃあもう一回行くので聞き取れるかな、はい、行きます。Hay fever. I love spring, but I have hay fever. I always have to wear a mask. I know how you feel. I'm allergic to cats. Wow, you are. Be careful not to get too close to cats. Thanks, but actually, I have a cat. Unbelievable. Achoo!以上でした。はい、じゃあ後ほどね。はい、はい、それでは この辺で1曲目に行きたいと思います、はい、本日の1曲目は夜遊びであの夢をなぞって。南の島江田島で生まれたアクアガレージ。え、アクアガレージ？38万足売れた大人気の走れるパンプス考えたんよ。それ欲しい。他に何を売ってるの？あなたの好きな洋服がたくさん。アクアガレージ公式サイトでチェック。アクアガレージ。今週のエルコちゃんが会いたい。本日のゲストは月の光国際保育園園長望月チカラさんです。はい、はい、What's up? ってまた夜さっきからね。 I'm good, yes. Hi, I'm excited. Welcome to FM 初回地。 Thank you, thank you. はい、ではまずは Please introduce yourself. Yes, so my name is Chikara Mochizuki and、I am the head of three preschools. I lived in Australia and America for 8 years and I've been a teacher for about 15 years. Wow.Great. Thank you. Yeah, well, you're welcome. Wow, Mochizuki Chikara 先生、先生、ちょっと園長先生ですね。はい。あ、すごい。8年もアメリカに住んでて、そうですね、15年ほど海外経験があって、はい、15年ほどですね、教員としてやった後に、うん、まあ、あの立ち上げを、うんうん、そうですね、月の光国際保育園っていう、はい、あの保育園をですね、はい、2019年に廿日市市大野に開園しまして、はい、今は3園目をオープンしましてですね、そうですね、はい、1、2、
からの3軒目を大竹市の東栄というところなんですけれども、うんはい、目の前にあの大きな公園があってですね、はい、すごい環境がいいところ。Congratulations! Thank you! おめでとうございます。 Thank you! Thank you! もう大きな社長にはいつもお世話になって、いえいえこちらこそこちらこそ、ありがとうございます。いえいえもう本当にあのプチタイムズ英会話の構成もね、うん、月の光国際保育園の先生にしていただいてて、ね、いやもう直すところほとんどないんで、はい、沖野社長のね作っていただいた英語、いえいえ、はいはい、あのいつも楽しく見させてもらってます。ありがとうございます、はい、あのやっぱりネイティブの方に見られて、うんうん、ちょっとこの表現おかしいよというところを直していただいてて、うんうん、ほんと助かってます。とんでもありません。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。そして今度から、はい、ねちょっと新しいコーナー始まるんですよね。あの新しい試みをね、うんうんはい、あのやっぱりあの園であの子どもたちがどういうふうに英語を使ってるかとか、まあ、外国人の先生との掛け合いとかをですね、うん、あの記事にして、はい、あの皆さんに見ていただくと、ね、そうですね、はいはい、キッズ英会話ということで、はいはいはい、ちょっとお楽しみにどんな風になるかね、はい、よろしくお願いします。お願いします、はい、そして、まず私聞きたいのが、うん、バカロレアって何ですか。そうなんです、うん、あのさっきのねあの記事の方でも書いていただいてましたが、うんうんうん、月の光国際保育園こちらが、日本で初めてですね、うん、認可保育園としては日本で初めて国際バカロレアの認定園になることができたんですね。でこれなかなかこの国際バカロレアっていうのがあんまり馴染みがないんですけど、あの今はもう世界中で一番こう評価が高いあの国際教育のプログラムなんですね。プログラムのことですね、はい、で今まあ本当に世界中でこの園あのこの国際バカロレアを導入しているあの園とか学校とかがすごく急速に増えてるんですけど、あの2019年にあの広島県で開校したあの県立の H 学園、うん、H 学園こちらもですねあの国際バカロレア導入していて有名なんですけれども、うん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 、まあ本当にあの世界の大学へのパスポートって言われてるんですが、うんうん、その国際バカロレアを、高校のプログラムを卒業してですね、そうすると本当にハーバードとかオックスフォードとか、日本だとまあ東大とかですね、うんうん、京大とか広島大学もそうなんですけど、うんうんうん、まあ、そこに入る入学要件として認められてるんですね。まあ、本当にまあ子どもたちの力をまあ世界で輝けるようなあの人材を育てるっていう教育プログラムでして、まあ、これは本当にまあ日本で初めて認可保育園として認められたっていうところが、まあ、すごくあの、まあ、取り上げていただいてね、うん、そうですね、はい、記事にもしていただきました、ね、しましたね、はい、ありがとうございます、すごいレベルが高い感じがしますが、はい、でもどなたでもあの入園できるんですよね。そうですね、廿日市に住んでれば。そうですね、はい、認可保育園なので廿日市市に在住の保護者の方は、うん、あのお子様を預けられるので、うん、はい、ぜひご検討いただいて。そうですね、はい、はい、でその教育というのは分かったんですけど、うん、子どもたちがどんな動き一日を過ごしているのかなっていうのが気になるので、うんうんうん、そうですね、まあ、教えてください。ありがとうございます。朝行ってからそうですね、基本的にはあの9時までに、うん、登園していただいて、はい、まあ、オープンあの開園は、うん、7時からなので。空いてるんですか。そうなんですよ、お仕事されてる方なんかはね、うん、やっぱりこう朝早く子どもさんを預けて、預けていいんですね、うん、そうなんです、そうなんです、認可保育園なので。なるほど、預けていただいて、うん、で一応夕方の7時までお預かりしてるので、7時まで。そうなんです。なんでやっぱりね、働くお父様お母様の味方で、うんうん、ありたいなという思いがあるので、うん、まあ、そこ預けられるんですけど、うん、まあ、ただ、まあ、9時からですね、うん、外国人の先生が、まあ、来てですね、保育に入って、うんうんうん、まあ、本当にこう生活とかですね、うん、遊びの中で英語に触れる、英語を使うんだ。そうなんです、なので本当に自然とこうやっぱり日本語を習得するみたいに、うんうん、母語のようにこう英語に触れると、で習得していって、うん、自然とこう口から出てくるんですね、英語が。あ、ということは、うん、Can I go to the bathroom? って感じ。 That's right、 その通りです。おしっこ、はい、先生行っていいですか、みたいな感じで。それもね、全部英語で言ったりとかですね、うん、あ、まあ、ね、おかわりとかね、欲しいですとか、ね、そういうのも、まあ、今度の記事でもやらせていただくんですが、うんうんうん、そういうふうに本当にこう自然と、うん、英語が口をついて出るような形ですね、うんうん、なんでその9時から、まあ、お昼食べ終わる1時ぐらいまで外国人の先生と触れ合って、うんうん、その後はお昼寝をして、うん、またお昼寝起きたら、おやつを食べて、うん、でまたこう外で遊んだりとかですね、元気に過ごして、
で一日を終えていくっていうような感じなんですけど。そうですか、はい、うわー、なんか自然にこう英語に触れるっていうのはいいですね。そうですね、留学しなくても、はい、ここが留学じゃん。そうなんです、そうなんです、まさに廿日市で留学じゃんって感じです。まさに廿日市の大野で大野で留学じゃん、大竹で、はい、留学できるということで。あ、はい、すごい。だって私だって、うん、あの留学してましたけど、ね、ね、帰ってきたら忘れますもん、うん、やっぱり普段使わないから。私このラジオでしか喋ってない英語だからHello, how are you doing? ね、これしか喋ってないから、もっとねそのチャンスが欲しいなと思ってたんです、はい、そうなんです。やっぱりね、触れないとね忘れちゃいますからね。そうそうそう、うん、はい、経験が大事ですからね。そうなんです、日常に使うっていうことね。そうなんです、はあ、すごいですね。今度遊びに行こうかな。あ、ぜひぜひ。コロナが大丈夫だったら、私エルコちゃんダンスしていいですか。ぜひぜひ、エルコちゃんダンスしましょう。エルコちゃんダンス、Here we go! って言っていい。やりましょう、やりましょう。それはぜひぜひ。やったやった。はい、わあ、すごいですね。うん、楽しみにしてます、はい。そしたら保護者の方もなんとなく喋れるようになるんじゃないですか。はい、保護者の方もね、やっぱ楽しく、うん、こう外国人の先生がやっぱり、ね、いるんで。保護者の方もお迎えの時にね。保護者の方もそう、お迎えの時とかに話したりとか、あのしてますね。結構好きな方多いんですよ、英語が。そうでしょうね。うん、わ、楽しそう。そう、はい、留学じゃ。そうです、そうです、もうまさに。じゃあ遊びに行きます。またぜひぜひお願いします、はいはい。まあ、皆さん、はい、ちょっとこれはね、うんうん、いいこと聞きましたね、はい、はい、本当にぜひ近隣の方はお願いします、はいはい、お願いします、はいはい、ではこの辺で2曲目のリクエストに行きたいと思います、はい、では緑黄色社会で、はい、メラ、はい、ボストンで人気ナンバーワンモンドセレクション2年連続金賞受賞。広島名産のレモンをぎゅっと閉じ込めた広島レモンスティックケーキ。頑張った自分のご褒美に、またお土産にも最適。ぜひボストンへ。今月のプレゼントは株式会社ボストンプレミアムレモンスティック5個入り8名様とアクアガレージ走れるパンプス1名様です。それでは今月のキーワードを言いますね。せーの、ハッピーチャーミングエルコちゃん。はい、ハッピーチャーミングエルコちゃんです。はい、 Please apply for this official account 西広島 Times website with this keyword ハッピーチャーミングエルコちゃん。このキーワードを LINE の西広島 Times 公式アカウントより入力して申し込んでくださいね。あとハガキでも受け付けます。郵便番号 733-8675 西広島 Times エルコちゃん Times プレゼント係まで。住所を書かなくてもこちらで届きます。締め切りは4月30日までです。それではさっきのおさらいをしましょうか、チカラさん。はい、yes please。 はい、ではまず花粉症、ヘイフィーバー。ヘイフィーバーですね、はいはい、で私は猫のアレルギーなんだよって、うんうん、ね、で I'm allergic to cats、うん、はい、ここのキャッツをいろいろ変えてみましょう。なるほど。じゃあ花粉アレルギーだよ、どうぞ。 I'm allergic to pollen。 杉アレルギーだよ。I'm allergic to Japanese cedar. Wow. 卵アレルギーだよ。 I'm allergic to eggs. 乳製品アレルギーだよ。 I'm allergic to dairy. 蕎麦アレルギーだよ。 I'm allergic to buckwheat. 魚介類アレルギーだよ。 I'm allergic to seafood.アルコールアレルギーだよ。 I'm allergic to alcohol. Very good, excellent. Thank you very much. そうです、はい、ここを変えればいいんですよね。なるほど、はい、でね、私もね猫飼ってるから、mm-hmm. I have a cat. Oh, you?、はい、okay. Yeah. Do you have any? No, I don't. No, you don't. You don't. I want one. はい、はい、でもしここを犬飼ってますだったら、うん、I'm allergic to dogs に変えればいいですかね。に変えればいいですね、ドッグのね、うんうんうん、はい、そうです、そうです。いろいろ変えれますのでね。いいですね。はい、発音が結構違いますね。この日本語だとアレルギーですけど、アレルギーなのに、あ、ね、ね、アレジー、アレジー、アレジーね。で、アルコールだってアルコールじゃなくて、あ、ですね。アルコール、アルコール、アルコールですね。はい、結構違います、ね。違いますね、うん。はい、これね。で、アレレレレが unbelievable。困ってますね、うん、困ってますね、はい、でハクションがハクションじゃなくて、はい、アチューですね、はい、さあこれを面白いですね、ですね、ちょっと本当違いますね、 ね、 It's totally different from the ね Japanese、 Yes, that's right、 はい、はい、それでは、はい、たくさんまだやりたかったんですけど、うん、最後に言い忘れたこととか、うん、皆様にメッセージがあればお願いいたします、うん、そうですね、うん、まあ、先ほど言った通り3円、広島と、あ、ごめんなさい、廿日市市と大竹市に開園しておりますので、うんうん、ぜひ小さなお子さんをね、
お持ちの方はご検討いただければと思います。そうですね、はい、国際的な、ね、教育ということで、うん、バカロレア、そうですね、バカじゃないね、バカじゃない、バカロレア、バカがついてるけ ど、はい、賢い子たちを育てる、バカロレア教育で、はいはいはい、なかなかね日本で初の認定保育園ということで、はい、うん、そうです、唯一ですから、ね、廿日市でもう本当にこんなに近くで、うん、ね、素晴らしい教育が受けられて、ね、まあ、そのうちね、あーはん、子供たちが言う、なみなみって、なんか何でもちょっとね出てきちゃったらね、そのようになると思いますよ。はい、はい、楽しみです、楽しみです。はい、はい、それでは本日のゲストは月の光国際保育園園長望月チカラさんでした。 Thank you very much, Thank you very much. はい、そしてパーソナリティは元気ワクワク笑顔とハッピーをお届けするエルコちゃんこと沖野ありさでした。来週のゲストはですね、コミュニケーショントレーナー元FM 広島のウェメンズハーモニーという番組のパーソナリティをしていました宮前美智子さんです。私パーソナリティしなくていいかも来週は。すごいコミュニケーション、そうです、はい、すごいプロの方がいらっしゃいます。もうゲストというか私が、もう私も受けたい、すごいでしょ、すごいでしょ、もう本当に素晴らしい方がいらっしゃいます。はい、それではね、笑顔でね、 Keep a smile, see you next week, have a nice day. 株式会社エルコ西広島タイムズプレゼンツエルコちゃんタイムズでした。 We had a really really good time. Thank you very much for coming here to join us. Thanks again. じゃあ最後にバイって一緒に見ましょうか。 OK、 せーの、バイ。だから